どうですか、あの試合見て。何やってんの赤尾さんみたいな。いやこれ後頭部って言ってるけど絶対違うよなっていうのは普通に素直な感想だったんですよ。この裁定が変わるっていうのも前代未聞で、こんにちは、脇慎吾のリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。いや久々に、いや久しぶりに言ったわ、今噛みそうになったわ。いやいや、もうもう YouTuber として失格ですからで、まあ今日はね、12月3日に行われた、で韓国で行われた、はいはいはい、赤穂選手とカシメロ選手の試合について、うん、まあコメントでもねちょっと聞きたいみたいなのも入ってたし。あ、本当ですか。そうそうそう、コメントしたら僕見てないわ。そう、それをそれはあかんで、チェックし、毎日チェックします。そうそうそう、それをちょっと話してみようかなと思ったんだけど、はい、まあ結果から言うと、まあ衝撃の結末ということで、 あの日はねうち選手試合だったんですよ。うんうんうん、で和気君はその試合見たいからって言って、そうですね、車で俺見てた。そうそう、下の駐車場で車で見てて、うん、僕らはもう一生懸命こうやって大試合やったから、はいはいはい、もうやりおったら、もう試合前の緊張してる時に和気君がニコニコしながら入ってきてさすげえことが起こったって言ってもう喜びながら来てさえ、なになに、どうなったと思う、どうなったと思うみたいな、もうこっちは試合じゃない4回戦のこのみたいな ね、 それでまあ結果的にはと、その時はね、その時は後頭部を赤尾選手が打たれて、試合続行不可能ということで、ノーコンテスト2ラウンド、はい、そうですね、ですね。あれどうですか、あの試合見て。いやもうね、だから見た時の率直な感想は、うん、何やってんの赤尾さんみたいな。あーと思って、いやこれ後頭部って言ってるけど絶対違うよなっていうのは普通に素直な感想だったんですよ。でもまあ結果そうなっちゃってるから、和気君が俺に言ったのは、まあ、はい、ちょ正直に言っていい？はい、どうぞ。レフリーがこうやったのを見て、ああそうそうそう、赤尾選手頭抱えたって言ったんや。そうそう、見たから、あの映像を見てすぐ上がってって、うん、赤井さんに言ったのはそうですね。そう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 、うん、で俺は見たけど、うん、俺もそう思ったんでしょ一応ね、まあ普通に後頭部で聞いてるんだったら、レフリーがストップって言った瞬間に頭痛えよとかちょっとうずくまったりとか普通して、でレフリーが大丈夫かって、お前後頭部殴ってるからダメだとって注意するんだったら流れ的には分かるんだけど、いやでもね、あのね、よくあることですよ、そう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 、そうそう、全然効いてなくてもやっぱ後頭部付近にパンチがいけば、うん、レフリーはこうやってダメだよという注意はするんだけどね、はいはい、まあこの試合がね、だからまあいろいろ某日本チャンピオンがね、はい、赤尾選手大丈夫、死なないって言ったりとか、はいはい、あったでしょ。それでちょっとね、うん、ツイッター界とかがまあバーッと、ね、そう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 、それはおかしいんじゃないのとか、うん、いろいろあった中でのあれだったんだけど、僕は最初決まった時、あ、これ赤穂選手絶対チャンスあると思ったよ、うん、僕はカシメロ選手は見たことあるんですよ、コラクエンで。まあ和気君もあるよね、あるあるある。めちゃくちゃちっちゃいよね、ちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃいんですよ、身長も。そっか、それでスーパーバンタムで、ね、そうそうそう、スーパーバンタムに上げてくるから、ね、僕はもう全然赤尾選手チャンスあるなと思ったんだけど、でも試合を見たらさ、結構体もでかなってたね。でかかったね。ね、そうそう、だからもう完全にスーパーバンタム大丈夫ですよみたいな感じは。いや、カシメロは強かったよ。そう、すごい、やっぱね、勢いがすごかったもんね、もう最初からフルスイングで。そうそうそう、だからまあただね、やっぱりまあ今回はその終わり方っていうのはだいぶ物議を、ですね、なんか逆にその物議をね醸してるから、俺もね、そう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 、あんまりもう YouTube でこのネタに関しては俺はあんまり言いたくないなっていうのはあったんですよ。あったでしょ、うん、ね、そうで、実は、うん、なんと僕らは動画撮るの遅いから、はい、そうですつい2日前ぐらいに、はい、裁定が覆ったんですよね。ああ、そう、びっくりした。これは赤尾選手の KO 負けですと、うんうん、まあ、カシメロ選手の KO 勝ちですと、うんうん、いうことにまあ変わったということで、まあ何から言おうかなと思ったけど、僕はまあそのまあ赤尾選手とカシメロ選手の試合を見て、赤尾選手はすげえもったいねえなと思ったよ、やっぱり、はい、もったいないし、俺カシメロ選手も振り回してたから、全然フックとか当たるタイミングあったかなと思ったし、あれはでもね、カシメロの勢いに飲まれちゃったとは思うよ。心が折れたんだとは思うんだけど、やっぱり折れたとしてもよ、うん、
まあ、僕はもう都合よくファンと関係者と行き来するんだけど、はいはいはい、ファンとしてはやっぱファイティングポーズは取ってほしかったなと思った。そうですね、これでやっぱり終わりっていうのは、うん、やっぱり自分で自分のチャンスを潰すというか、うん、まあね、もったいない終わり方してるなって思いました。思ったよね、はい、あれだったら本当負けた方が株上がったかなっていう、そうですね、倒されるとしたらよ、うん、僕はあのまま続けてても赤穂選手ノーチャンスではなかったとは思う、うんうん、まあ、限りなく柏村選手が攻めてたからあれだけど、うん、だから自分もこの三十何戦試合やってるけど、うん、試合中に心が折れたことがないから、うん、そのこの前の脱臼で肩は折れたよね。肩は折れた、脱臼骨折っていうね。そう、心は折れてないから。心は折れてない心はだって折れた中からもうファイティングを取ったから。だから俺はあの時思って、あ、うん、肩が脱臼して、うん、もう全然ダメなのにファイティングポーズ取ったあなたの方が、そうそう、はい、うん、ボクサーだなと思った、うん、それはね。でそれこそその世界戦の時もなんか 5回ぐらいなんかダウン食らってるけど、でも最後の最後までやっぱ勝てると思ってファイティングポーズを取り続けたもんね。取り続けていってたし、だからなんかまあそれはね、もちろんカシメロと対峙したことないからそのね、そりゃそうだ、あいつの怖さわかんないからなんとも言えないけど、でもその気持ちが自分にはわからないなと思った。心が、まあまあファンとしてもそこはとファイティングポーズ取ってくれよっていうのは思ったと思うんだよね。それとさ、この裁定が変わるっていうのも前代未聞で、ああそうですね、そうで、ちょうどほらワールドカップあったじゃん、はい、あれでそれこそ日本のゴールがどうかみたいな、うーん、 V なんとかありますよね、 V なんとかあるんや、 VTR? VTR じゃないですV なんとかかって VAR? なんかそのなんか3つ、うん、なんかそんなんがあるローマ字3つ、そうそう、はい、あれも、あれを見て、あれを見た時に、うん、あれこれもしかしてボクシングもいずれ、うんうんうん、いや俺ね本当にね、ボクシングって多分そういうのって絶対遅いじゃないですか、うん、だから野球もあればサッカーもあるし、野球はなんだリプレイ検証かなんかいうのがあるんですよ、なんかね、そのファールなのかホームランなのかっていうの、ね、そう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 、3回出せるみたいな、そうそうそうあるでしょ、うん、でサッカーもあって、うん、でだからボクシングはまだないだけで、うん、いずれこうそういうのも導入されるんじゃないのかなとは思いますけどね、うん、俺ちょっとサッカー見てて、うんうん、わこれ、うん、だからローブローじゃないのに股間を押さえてうずくまる人もいるじゃん。でサッカーってそれ多いんですよ、はいはい、当たってないのにすっげー痛がって、うんうん、まあ、あれで俺あんまサッカー好きじゃなくないんだけど、うん、そうだからああいうのももしかしたら今後、うん、まあ、今回の赤穂選手の件もやっぱり有識者たちが、はい、やっぱり動画を見返したと思うんですよ、うん、でその上で、あ、これは後頭部ではなくて、うん、赤穂選手の戦意喪失による危険だということで、はい、多分 KO に変わったっていうこともあるから。でもそれボクシングに導入したら大変なことになるよね。大変なことになりますよ、ね、なんならで、じゃあ俺ちょっと世界戦の時に、うん、ゴング終了後の過激、うん、だパンチ反則負けにさせてくれないかな、グスマン。あ、そうだね、いや、いや、ほんとそうだよね。そう、あれで俺調子狂ったからねって言ってあれの前から、あれ前からだいぶ前から調子狂ってます、世界戦そう、でもまあそういう時代にもしかしたら来るのかなっていうのはちょっと思ったけどね。まあ、梶村選手、強かったね。いや、強かったっすね、うん、俺はほんと、全然赤穂選手チャンスあるなって言ってたでしょ。はいはい、言ってた。そうそう、なかったねまあ結果的にはね、本当、うん、こんなんだけどね。もうちょい、もうちょっと、俺の腰いや、赤井さんもこんくらいなのに俺の乳首ぐらいだったと思うよ。赤井さんがこうだったら分かる、赤井さんもこうなのに俺は自称あれよ、170よ自称でそうね、だからまあまあそういうのもあって、また今後、はい、ボクシング界も変わっていくのかなっていうのがちょっと見えた、うん、あれだし、まあちょっと試合としては物足りなかった、ね、まあその話題だっただけでね、うん、そういや、なんならわけくん入ったもんね、あの見るために、うん、あ、見るためにあれなんだっけ、入った、アベマじゃなくてワウワウに入ったんだよね。そうそうそう、ですぐ解約したからお金はかかってないそう、いや、ただあれはね、だからお金くれあの伊藤くんが初のプロモーターの仕事としてやったじゃないですか。で、伊藤くんからもね、そういう話を聞いてたから、うんうん、
でそれこ そのジョニー・ゴンと、ね、あの話も伊藤君から聞いたりしてたから、うんうんうん、そうそうスーパーフェザーでみたいなね。そうそうだからそのやっぱ伊藤君も大事な場面じゃないですか、初戦だからね。 そこでああいうことが起きた時に伊藤君これ次あるのかなっていうそっちの心配もしちゃったんですよ。伊藤君はだからプロモーターが説明すんのあれ、ああね、なんかしてましたね、マイクで、うん、あのノーコンテストですみたいな、うん、それもちょっとどうなんかなっていう気分じゃない気がするけど、プロモーターかどうなんだろう分かんないけど、普通コミッションがするでしょ。あ確かに、ね、普通は韓国のコミッションがリングに上がって説明する。あれ日本からもすげえジャッジとかレフリー連れて行ってたから、うん、すげえお金かかってると思うよ、うん、あれ、うん、まあまあお金はね多分カジノがすごい出してると思うんですよ。あだから ねその辺はあれだけど、だから次につながるのはやっぱ今回の結果次第っていうのすごいあったから、あちょっとね、今回もやもやっとした終わり方っていうのは、ね、トレジャーボクシング、トレジャーボクシングでしたっけ。じゃあそこに宝はまだなかったってことかな。そう、ね、トレジャーハンター、ね、伊藤正幸としては、ね、そうですね、うん、かしむよな、うん、強かったね、強かったね、はい、じゃあ次の動画は、はい、井上尚弥選手の試合についてやろうと思ってるんで、はいはい、あそこでまた井上選手がまたこう階級上げてきたらカシメロ選手とあそうですねあるのかなとかね、そういう話もちょっとできたらいいなと思います。はい、はいはい、じゃあこれで終わりましょう。はい、はい、今日も、なんだっけあ、なんで、なんで言ったんだっけ俺なんだったっけあ、分かった、思い出した、思い出した、最後までご覧、最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスシーズン。